シックは1977年にデビューしたアメリカ合衆国の R&B、ファンク、ディスコバンドである。中心メンバーはギターのナイル・ロジャースとベースのバーナード・エイドワーズ。英語でのバンド名の発音は IPA、IK IP であり、シークに近い。1970年代後半のディスコブームを牽引したアーティストの一つである。ナイル・ロジャースとバーナード・エイドワーズは 元々はジャズ畑のミュージシャンだった。1972年頃にニューヨークでビッグアップルバンドを結成し、ソウルボーカルグループのニューヨークシティやキャロル・ダグラスのツアーバンドを務めた。その後、シックを結成し1977年にシングルダンスダンスダンスでデビュー。同作は当初、マイナーレーベルのブッタレコードから発売されたが、最終的には、 メジャーのアトランティックレコードから再発されて、全米6位の大ヒットとなった。1978年、アルバムエレガンスシックからの第一弾シングルオシャレフリークがビルボードホット100で1位を獲得し、当時としてはアトランティック史上最大のヒット曲となった。1979年にはグッドタイムスが自身2作目の全米ナンバーワンヒットとなっている。 ディスコブームの終焉と同時にバンドとしての活動は停滞していったが、ナイル・ロジャースとバーナード・エドワーズはプロデューサーとして活躍し、シスター・スレッジ、ダイアナ・ロス、マドンナやデビッド・ボーイなどのアーティストをプロデュースし、曲をヒットさせた。1979年には最初期のラップレコードの一つとして知られるシュガー・ヒル・ギャングのラッパー・アッツ・ディライトが発売されたが、同作はシックの グッドタイムスのテンポとベースラインを流用し、演奏し直したものだった。シックとの間で訴訟となり、現在はナイルとバーナードの名前もクレジットされている。この曲は、ラップの誕生と夜明けを告げる、エポックメイキングな曲となった。ベーシストのバーナードによると、グッドタイムスのレコーディング中のスタジオに、クイーンのベーシスト、ジョン・ディーコンが訪れれて、楽しそうにしていたという。 その後ジョンはこの曲、アナザーワンバイツザダストを作ったが、フレディ・マーキュリー以外はこの曲に否定的で特に、ドラムスのテイラーは、あまりにも、ディスコ色が強すぎると懸念を示していやいや叩いていた。ところが、バンドがリリースをしぶりライブでの演奏だけとしていた頃、クイーンのコンサートを見に来ていたマイケル・ジャクソンは、バックステージで、フレディ・マーキュリーに、あの曲は、 シングルリリースすべきと進言し、リリースされた。結局シングルは世界的に大ヒット。特にアメリカにおいては、ビルボード氏が発表したビルボードホット100で1位を獲得。シングルセールスは200万枚に及びクイーンにおける最大のヒット曲となった。1996年に日本で開催されたスーパープロデューサーシリーズというイベントの主役に、 ナイル・ロジャースが選ばれ、バーナード・エドワーズと日本武道館において、久しぶりのシック祭結成となったが、翌々日の4月18日、バーナード・エドワーズはホテルニューオータニの一室で休止した。死因は、風邪の悪化、ガン、シックの活動が止まった、不遇な時代の薬物の過剰摂取による心身の消耗等が指摘されているが定かではない。ドラムス担当のトニー・トンプソンは、その後、 パワーステーションなどで活動したが、1992年の活動再開には参加せず2003年に死去している。バーナード、トニーが死去したため、現在はナイルが唯一のオリジナルメンバーである。ナイル・ロジャーズバーナード・エドワーズ・シック、友情という名のメロディー吉岡正春。ありがとうございます。